い、おはようございます。おはようございます。はい、ヤッピーまた2発目だね。2回目、はい、アルティメイトカスブラよくわかんねえな俺まだ霞で魚釣ってねえんだけど今年まあでもその一発狙いに、はい、一発目今日先生呼ぼうかなと思ってね、はい、おいで。おはようございますなんかテンション高いじゃん。いやこの風に呼ばれてきたよおはようございます。おはようございます、YouTuber トップ50プロの、はいはい、宮島プロ、はい、台は通称宮島です。宮島ね。宮島なんて呼ばれてんの。宮島か、うん、宮島大先生かどっちか。ああそうなんだよ。そうなんだ。大先生頼むよ。大先生先生やってました。リアルに先生やってたの。はい、じゃあ今日は語ってもらっちゃうかということで、まあ大和新人プロの宮師大先生を、はい、に引き連れられて、はい、ちょっとシャロードリームを、うん、ちょっと味わわせてもらおうかなと。じゃあ今日は一日よろしくね。お願いします。はい、じゃあ行ってきます。どこ行くの。どこ連れてくれんの。いや今回はシャロードリームなんで香港行きたいなって思うんですよ。あいいね、シャロードリームだね。はい、勝也に会えるぜ。したら会えるかもしれないですね。シャロードリーム取りまくってっからね。釣ってますよね、勝也さん。ってなると、はい、宮瀬先生負けてらんないでしょう。いやー負けてらんないっすよ本当に。じゃあどこ行くの。香港のウィンディーサイドってことで。まあなんかなんかアソとか。それっぽいね。さすが先生だ。アソー。アソー。はい。アソーで。ファーストエリア。ファーストエリア。アソーで授業しますから。はい。はい。わかりました。まあまあ遠いな。アソー。結構走りますね。うん。じゃあ行きますよ。お願いします。はい。はい、現場到着。先生到着しましたよ。風が当たって白魚が湧いてって言ってましたよね。言ってました。言ってましたね。このなんでなんでなんで風当たってるけどみたいな。霞ヶ浦ってこんな変わるんですねどうですか田上さん、宮地釣れますかね。仕事しますかね。ちゃんとしてくんねえとな大事な俺のこの番組を、はい、宮市に行って、はい、こう使ってるわけですから、ね、なるほど。結果出してもらわないと。結果出してもらって、これちなみになんか番組名みたいなのは決まってるんですか。そうだね、3年 B 組宮島先生絶対いると思いました。巾着のこと巾着先生とか言うぐらいだから絶対それ言うと思いました俺。釣っちゃいますよ。これ竹谷さんより先に釣ったら結構熱いんじゃない。来ちゃいそうだけどね。まあ本当はミノーとか使いたいけどちょっと微風なんでやっぱり弱めのシャットこれが効きますね。でワカサギとか、まあ、ワカサギだとちょっと小さいけどワカサギに似せるのは小さいけど白魚にちょうどいいサイズ54mm ちょうど本当に白魚サイズ。結構霞の白魚でかい、でかくてちょうどいいぐらい。これがない。ねえでしょ。とりあえず先生。はい。先生、あのベタなぎになりまして。そうですね。やっぱり霞ヶ浦の天気は日替わりですね。いや、日替わりというか。日替わり。そう当たり前な気がするんだ。時間日替わりは。その日行かないとわからないですね。場所にその場所に行かないと。あ、そういうことなんだ。はい。あ、言い訳じゃないですよ。うん。先生、じゃあどうすんの次。いや、このまま霞ヶ浦一周しちゃうんだよこれ次がないと。いや風当たってるとこ行きましょう。どこなのよそれいや今日北東の風が当たるとこといえばどこですか。いや俺に聞くなよ先生生徒に聞いてるようなもんですよそれちょっとロングドライブでどこ。東浦とか。ああどうですか。いやいいんじゃないですか、うん、東浦なら風当たってると思います。東浦行くか。行きましょう。はい。いやー釣れそうねえなこりゃ。当たり先生の狙いは外れだって白魚いないよ。いない。無だね。風表どこだろう。
反対、風の流れてる方見りゃ分かるやない。先生ってさ、はい、体育の先生なんじゃないの、もしかして。ね、実は。はい、今年からね、霞のおかっぱりメインにね、ブレイゾン使ってる。まずね、コスパね、めちゃいい。それでいてね、高性能ってぐらいいい感じ。むずいでしょ、ものの解説。むずいっすね。通してみて、終わりの締めまで。はい、はい、今年からさ、霞のおかっぱりでさ、ブレイゾン使ってんの。で、霞のおかっぱりって結構高い、なんかタックルのレベル的な感じで、まあ、あの価格の話じゃなくてスペックの話。高い標準、なんつうんだろう、高い先生に教えてもらいたい。高いさ、レベルで組み合わさってる。あー、もうよくわかんなくなってきたよ。リールとロッドが高い水準でさ、合ってないとさ、やっぱ簡単には釣れないじゃん。わかる。だから、そう、それで俺は全然わかんない。だから、まあ高性能、まあ一本の竿を持ってるよりコストパフォーマンスに優れて、それでもやっぱなかなか使えるロッドを4本持ってないと。そんな簡単に霞のバス釣れないやん。だけど俺今さ、解説するっていうからさ、黙って聞いてたんですよ、何も言わないで。もう全然わかんない。じゃあもうちょっと黙ってて。それで、だからさ、だからそのルアーに合ったロッドを4発持ってた方が、 4本持ってた方が、まあ、釣りも楽しくなるし、魚にも出会える確率が上がるってことで、めちゃめちゃブレイザーおすすめです。はい、で午後になって戻ってきました。さっき午前中来たとこと同じ場所なんですけど、見てください、風がこう、もう理想的な当たり、ウィンディーサイドになって、でちょっと沖にベイトがいたんですけど、それがさらに手前に寄る、でおかっぱりで釣りやすいところに寄る、プラスこの風でカレントが効く、バスも入ってくるっていうのが予想できます。今一番いい状況、いい状況、もう早く投げたい。、はい、早く投げたいです。はい、はい、ということで行きましょう。ラッピー見て、おお、まずは1本目だよ、1本目近づいたよ。おお、言ってた、ベイト、ベイト、1匹目、これがスタートだから、これ釣らないとバスに近づけないから、見足はまだこれ釣ってないでしょ。俺はもう釣ったから。よーし、行くぜ。まずやっとステージに上がったよ。可能性が、俺一匹釣ったよ。ねえ、どうせ白魚とか、いや、だからどうせその白魚も釣れてねえじゃねえか。その一匹目が大事なんだよな、やっぱり。シラオいるしね。もうだって走ってったらもう6投げれないっしょ、あそこの日の高さだと。あー、今、マジっすか、嘘でしょ。後で見返してみて、ティップ。マジっすか。
止めちゃったんですか。なんか引っかかって、で、あ、引っかかっちゃったと思った。ぐんぐんって何でしょう。いやミスった。なんでしょう。もうちょっと待って休んで。お願いしますよ。はい、宮下お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。ハッシュタグプロさん。ハッシュタグプロさん。ハッシュタグプロ。もう分かりました。先生、何ですか先生の指導を、はい、何言ってるか分かりません。いやー、なかなかこう生徒としては、はい、先生が言ってることがなかなか理解に苦しいでした。もしかしたら経歴多少なのかもしれない。あ、昔もそう言われましたよ。言われた、はい、なんで空見てんだ。まあでも厳しいね。厳しかったですね。あ、まああったかくてね、もう初夏みたいな暖かさで、もう半袖でいいんじゃないかって日からね。はい、午前中はもう熱々でした ね。今も防寒着るぐらいだけど、はい、まあ、お互いノーチャンス。僕はノーチャンスです。まあ俺もなんかそうかなっていうのは一回あったけど、基本ノーチャンスで一日終わっちゃいました。なんでまあ追撮で俺がリベンジ撮影を一回挑んで、はい、来ようかなと。お願いします。トップ50の試合があるから、はい、もう来れないからということで、はい、まあ、春のシャロードリームのバスを俺が釣ってきてやるよ。お願いします。頼みますよ。頑張る頑張る。ということで、まあ、初回宮市紹介編、ありがとうございました。先生紹介編撃沈しました。撃沈しました。ありがとうございました。頑張ろうね。はい、ね、前回デコってるんで追撮です。今日はで季節は進み、ちょっと桜がなんとなく咲きかけてる。あれから1週間2週間。そうですね。ね、まあ、拓也さんが要は後輩のケツ拭き、そうケツ拭き動画ですよ。デコったやつ。ケツ拭き動画を撮りに、はい、チャレンジをして、はい、動画を締めくくりたいなと。なるほど。なんか作戦は、作戦は幕だけ譲らない。幕だけは譲らない。譲らない。なるほど。そこでちょっと手堅いところでやろうかなと。一投目から来るとかないのかね。ないないよ。そう、まずはシャットっていうよりもシャットばっかり。うん、やっぱこのぐらいの無風の感じだと難しいですか、スピニアベース。いや、まあなんかチャンスを大事にしたいからシャットで浅いバイトも引っ掛けたいっていう。絡めとるよ。そう、絶対チャンス少ないもんね。多分まあ強くて。それあるかねえかの話や。でシャットのおかっぱりってどうしても根がかるでしょ。根がかりとの戦いなんでね。まあそうですよね。でじゃあこれを外す時、ガリッてその硬い感、いや魚じゃない時に一発目引っ掛けましたって時に巻かない、まずここで巻かないでちょっと緩めて、ここのロッドの最初のガイドまでの糸を引っ張ります。で軽くこうポンって、これでもう外れちゃう。なるほど、弓を弾くような。そうだね、ちょっとだけルアーの重みを感じてそれをポッと離す。じわっと離すんじゃない、ポンって竿先がちょっと曲がる程度まで引っ張ってポンって外す、手を離すと、まあ針が深刺さりしてなかったら大概外れるから。挟まってたりしたら確かに外れますよね。うん、でやっぱルアーをバックさせる振動を与えてあげるのが重要で、だからこれを覚えないとこういうトレブルフックのおかっぱりってやっぱりルアーをロストするっていうのがすごく多くなっちゃうから、まあこれもちょっと楽しみながら、根掛かりを外すのも楽しみながら釣りをしてあげること覚えて、
やっぱまた外れんじゃん外れんじゃんってね。まあ確かにそうすると投げんのが怖くなくなって、そうそうそう、よりうん、だからね、まあゆっくり巻いてる時はあんまり引っ掛けないで止められるけど、早巻きはやっぱりザクっていっちゃう時もあるんだけど、やっぱりその時に無理こり巻かないで引っ掛かったらこれで外れちゃう。結構これぐらいのスタックしょっちゅうありますもんね。そう、ただあれもさっき武田さんが言ったように、うん、グリッチ力を加えてテンションをかけちゃうと針刺さっちゃうからね。あとはリップがもう突き刺さっちゃったりするともうちょっと力入れて外さないといけないから、はい、こうやってこれ結構刺さっちゃったね今の、はい、でこれじゃ外れません、この弱いのじゃ外れません、強い外れません、これは反対側とりあえず反対側に、うん、もちろん反対側で、反対側でビンビンってやって外れない、まあ角度だよね、あとねこれで外れると。まあやっぱりだからルアーをなくさないためにこれ貝よくあるね、貝貝に針刺さっちゃうみたいな、これ外れねえんだよ確かに。わかります、うん、霞ある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 ね。さて、さささっと全流し、ささっと全流し、どこまで、ここワニ側、ワニ側からスタート、ワニ側の方の水門からスタートして、果たして道の駅まで行くことになるのか。いや、めっちゃ長いからね。いや、やろうぜ、やっぴ、道の駅まで歩くのか、その手前で終わらせてくれるのか、炸裂するの。そう、だもう本当はこういうさゴミの周りとか、はい、アスロックでやりたいんで、はい、でももう歩くのを覚悟してるから軽装で、もうこの普通のダブルビローでサラサラ引いて、もうサラサラスーッと引いてブンッいや分かります、はい笑っちゃうよねなんかね。だいぶ言ったじゃないですか、だからあの、はい、俺たちが向こうここまで道の駅まで歩っちゃうのか、釣るのか先かみたいな。これどっちでもないと思う。釣る前に途中で諦めて帰る。ここはない。甘くない。え？まあ今回は、ね、カスブラリーアルティメイトバス、宮氏の紹介動画であって、俺は名前を貸しただけだから。すべての責任は、はい、まあ、後輩である宮下にある。最初結局話して最悪な先輩みたいな。後輩だから、はい、てめえのケツはてめえだけとっていうきつい言葉に聞こえるけど、はい、出番があるよっていう。ああ、なるほど。そういうことですよ。チャンスは大変です。そう、いい先輩だな俺。ということでまた次回をお楽しみに帰ろう、はい。